ございます。このね、配信で見てる方もはですね、なかなかすごい背景になってると思うんですけれども、どうですか？ですね、皆さん携帯を今日は出して構いませんので、音量だけ落としていただいて、URL をもし持ってない方は、YouTube で松下洋どういう感じですか？松に下に太平洋のようですね。いい感じです。それで音だけ、はい、注意していただいて、音だけ消してで YouTube を見ていただくと、はい、なかなかすごい背景になっていると思いますので、生で、ね、見ている方もこう傍らにスマホを持ちながら見ていただくと、我々がなんでこんなところで演奏しているのかというのがね、分かりやすいかと思います。なかなかハイテクでございますので、なんかやり方わからない人とかいたらですね、まあ隣の人に聞けば多分知ってるでしょうと思います。どうしてもわからなかったら他の人に聞いてください。後ろの一番後ろの人は全部わかってるので、聞いていただければと思います。それでは行ってみますか。行ってみましょうか。第1曲目は、ジャズの有名なスタンダードナンバーから、Fly Me to the Moon をお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。1曲目はジャズスタンダードのね、フライミートゥザムーンという曲をお送りしました。この曲は、ソプラノの小倉大志くんのアレンジなんですけれども、それで今日はこの大志くんの曲がすごくね多いんですけれども、次の曲はですね、私、
三浦譲と申しますけれども、私が書いた曲なんですけれども、はい、バーナルブリーズというね、春の風みたいな意味らしいんですけれども、まあ、いろいろねこう辞書で調べてこうつけたタイトルでしてね、あんまりこうあれなんですけれども、でこの配信を見てる方はですね、このなかなか春っぽい背景になってるんじゃないかなと思います。そんな感じで、あれまだ、そしてですね、ここで今ここにね来ていらっしゃる方でもですね、もちろん YouTube で見ながらコメントをしたりとかですね、スーパーチャットというねものをしたりとか、いろいろしていただいて楽しんでいただけると幸いでございます。スーパーチャットって何ですか？スーパーチャットは、要するに、お金をかけられるということですね。投げ銭ということですね。YouTube の投げ銭みたいなものがありまして、そちらもねお楽しみいただければと思います。それでは、2曲目、三浦譲作曲、バーナルプリーズ、お楽しみください。ありがとうございました、バーナルブリーズという曲なんですけれども、この曲はですね、サックスならではのちょっと特殊奏法をね、いろいろでもないか、使って、書いた曲なので、なんかすごくこう面白い音というかですね、サックス以外ではあんまり出せないような音が出ていたと、これ前もって言っておけばよかったですね、それで次もですね、僕の曲ですね、今日は僕の曲は2曲だけで、あとは全部大志くんのアレンジか大志くんの曲ですかね、なんですけれども、次のもう一曲も僕の曲で、次はメトロポリスという
曲です。これはですね、なんかメトロポリスっていうあの手塚治虫の漫画があって、それをね、あの手塚治虫の許可を取らずに死後に映画化したらしいんですけれども、でその映画化されたアニメを見て、あのなんとなくそんなイメージで書いた曲です。それは許可は取ったんですか？死ねますからねあの許可は取ってないんですけれどもね、そんな感じで、書いた曲でございます。それではお楽しみください、三浦城作曲で、メトロポリスです。ありがとうございました、メトロポリスという、僕の曲をお送りいたしました。次はジャズスタンダードですね。また、Someday My Prince Will Come といういつか王子様がという曲なんですけれども、これはあれですかね、白雪姫の曲ですね。ディズニーの曲です。
を、小倉大志くんがこのサックスカルテット用にアレンジしてください。ではここで一度メンバー紹介をしてください。今の曲でですね、ソロを取ったアルトサックス楠瀬亮。彼はですね、今回から加入となりましてですね、新メンバー高知県出身です。カツオが大好き。カツオが大好き。わら焼きなんですよと。何か話しますか、カツオのたたきについて。カツオのたたき、あ、入ってますか。入ってます。カツオのたた、はじめまして、楠の瀬と申します。カツオのたたきも美味しいんですけど、高知県であのウツボのたたきっていうのもありまして、これが何て言うんでしょうね、うなぎのこう歯ごたえが良い版みたいなものなんですけど、こうぜひお越しの際は、まあ、今いろいろあれですけど、こう行きづらいかもしれないんですけど、いつかこういらっしゃった時は、カツオだけじゃなくこうウツボも食べていただけたらと思います。以上でございます。ありがとうございます。そしてカツオのたたきはあの普通のも美味しいんですけど、塩たたきも美味しくてですね、ウツボはまあ食べましたけど、なんかゼラチンって感じですよね。あ、ウツボ食べれるんだぐらい。
とは言えないんですけれども、はい、そしてですね、水芸というお酒も美味しいんですよ。高知。高知です。水芸ですね。高知なんですね。はい。高知の話ばっかりですけれども、テナーサックス三浦城です。僕高知県じゃないんですけれども、ありがとうございます。僕はね埼玉県出身ですけれども、まあ、埼玉県の、ね、名物といえば、まあ、特にないという感じですね。ないよね。なんかある？僕に聞くんですか、うん、ネギ。ネギは、ね、深谷ネギですね、特産ですけれども、ね、名物ってほどでもないですね。なので、そんな平凡なところで生まれ育った私ですけれども、この、ね、カルテットは割とこう何でしょう、サウンドが、ね、クラシック寄りというかちょっと音色的に半分クラシックの、まあ、このね松下洋くんとか楠瀬くんは、すごくクラシックの音色で、演奏するんですけどまあちょっとね語弊はあるかもしれないけど、どちらかというと、ね、で僕はもうずっとサックス始めた時からねジャズしかやったことがない、ずっとジャズをやってきた人間でですね、こうその4人、まあ、大志くんもね結構ジャズっぽいんですけれども、うん、そのジャズっぽい人2人とクラシックっぽい人2人みたいな感じで、なんかねぽい人そんななんかこうなんでしょうね、ミックスされるような感じを出すために、thank you.
いい曲でしたね。いい曲ですね。いい曲でしたね。すごく好きな曲です。僕も。いい僕もです。いい曲格やない。実はですね、これがよく私のその別のバンドでジャズで最後のモチーフだけを使ってそういうロンロンっていう曲をよくやるんですけれども、まあ、CD になったとかその話はまた後にしてですね、そのロンロンというタイトルがついた CD が9月の16日に発売になります。おめでとう。ありがとうございます。また全然違ったサウンドになってて、うん、なかなか面白いですね。早く聴きたいですね。はい、いい曲ですね。何曲か聴かせてもらいましたけどね。そうですね、いい感じです。ジョーさんの無限ループ、あ、たくさんコメントもいただいてますね。ジョーさんの無限ループが起きてる、コメント見たいです。スーパーチャットはとりあえずまだ入ってないですね。はい。なかなかコンサートライブ中に携帯を見ながらっていうのはちょっと少ないんですけれども、このコロナの このコロナでですね、いろいろその状況が変わりまして、こういう配信のライブっていうのを、いろんな方が取り組んでいるんですけれども、そんな中でですね、逆に普段ライブではできなかったこういう配信を通してのですね、そういうコメントのやり取りっていうのがかなりリアルタイムでできて、そういうところは面白いなと思いますね。あとやっぱり背景ですね。これはなかなか、あ、これね、なかなか会場に来てる方はね、ちょっとスマホで見ないとね、イメージつかないかもしれませんけれども、なかなかすごいことになっているので、ぜひ YouTube をはい、ご覧になってください。そして本日はですね、ここ東京西麻布霞町音楽堂から、配信をしております。霞町音楽堂の技術チームも、そして、また、別の技術チームも今日は入っていてですね、やらせていただいてます。特に不具合はありませんか？あら。はい、ということでですね、ああ、まあ、こういうね、ハイテクな、配信とかにはですね、こういう機材トラブルなどが、つきものでございまして、でもその中でもね、結構順調に楽しんでいただけてるんじゃないかと思います。優秀な技術チームのおかげですね。はい、そんなわけでですね、今度は次の曲の説明は松下さんにお願いいたします。はい、では次が、前半最後の曲となります。早いもので、早いかな、分かんないけど体感はすごい早いです。まだ元気あります。次の曲は、今日演奏するのが初めての新曲となります。小倉大志作曲ヘラクレス組曲より第1曲目、ライオンとヘラクレスの戦いという、はい、物語をテーマにしております。これは後半にもつながってくるんですけど、後半の続編ですね。後半につながって、後半、まあ、前半だから後半につながるのは当たり前なんですけど後半の曲の続きを先にやるっていう、そういうことですね。うん、はい、というスターウォーズみたいな、あ、そうそうそう、456が先に出てその後にエピソードが、そう、なんかでもなんかつまんなく見えるじゃん、なんか昔のやつし、そういうわけではないで、そういうわけではない、あ、そういうわけじゃない、いや、そういうわけじゃない、いい曲です、すごく。まあヘラクレス君、これからマイライブの旅にどん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 このヘラクレス組曲が完成していきますので、このストーリーをライオンと人間ヘラクレスが戦うストーリーをなんとなくイメージするとすごい激しい戦いでございますので、ちょっと想像してみてください。後ろの 絵にはなんとこの日のために書き下ろされたすごいイラストがバーンと出てくる、あ、行っちゃったまあ聞かなかったことにして楽しみに、すごいアートな
感じです。全部オリジナルですからね、あの楽器以外楽器以外楽器はだって買ったもん、ね、全員セルマン、あら、はい、というわけでお楽しみください。ヘラクレス組曲より、ライオンとヘラクレスの戦い。ありがとうございます、テナーサックス三浦城アルトサックス楠瀬亮そしてバリトンサックス松下洋似てるね、何度聞いても似てるね、はい、そしてソプラノサックス小倉大志、ありがとうございます、そして、Y 富士さん、ありがとうございます、ああスーパーチャットですね、それではですね、これから15分間の休憩をいただきまして、場内換気をいたします。そして、ちょうど8時頃からですね、第2部を始めさせていただきます、ティアクライスエピソード1が続きますのでお楽しみください。どうもありがとうございます。
いい、ではもうそろそろ後半を始めさせていただきたいと思います。後半は、自分が少し喋ります。あと誰か喋ります。後半は、1曲のみの演奏です。ティアクライス組曲といって全12曲あるんで、ボリュームは35分ぐらいありますね。これは全部小倉大志くんが作曲しました。でこの12曲、会場の方は、お手元の冊子を見ていただければ分かると思うのですが、星座をテーマに、皆さんそれぞれ星座をお持ちだと思うんですけど、星座をテーマに書かれました。そして神話をもとに、星座からインスピレーションを得て、それをもとに、今皆様のお手元にあるのは、音楽に合わせてストーリーを作られたという感じでも、聞きながら読むとなんかペースが合わないんで、なんかうまいことなんかあれしてくださいという感じです。おまけです。 YouTube だけ見てる人は、そう、概要欄の、うん、YouTube の方は、概要欄にめっちゃはしょって載せてあります。簡略化バージョンが載っていますので、ストーリーが気になったら音楽聴くのをやめてそっちのページに行くというちょっと使いづらい仕様になっておりますので、まずは聞いて、アーカイブも残るかもしれないんで、残るかも、どっちだろう、分かんないですけど、聞くか読むかどちらかですね、二択、聞いてください。ストーリーが大事なわけではなくて、曲がすごくかっこいいので、まずは曲を聴くのが一番いい感じで、ラーメンはスープから食べるみたいな感じです大事なのはスープです。というわけで、ジョー君は何座？双子座です。双子座、サソリ座、カツオ座、どっちか、牡牛座か牡羊、どっちか、シュレディンガーの猫みたいそう、ね、すごい、血液型不明ならたまにいますけどね、星座不明ってすごい、身元不明みたいな感じで、ちゃんとなんか戸籍謄本あるのかなみたいな。大志くんは俺覚えてるよ。魚座。あ、当たった。当たりました。というわけで、最初に演奏するのは、3曲ずつ行こうと思います。12曲連続って多分結構疲れると思うんで、聞く方もね、聞く方も疲れる実は3曲ずつ聞きやすい並びになっております。聞きやすい並びに合わせて物語も書いてるんですけど、お羊座、魚座、サソリ座の順で、最初はエキゾチックな3曲が続きます。また3曲、次の3曲の前に簡単な解説を入れますので、ぜひお楽しみください。あ、待って、でもその前にスーパーチャット入れてくれた人にお礼言いたいんです。富士くん、さっき言った、さっき言った、改めましてありがとうございます。ありがとうございます。あと柴山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいスタンプがついてます。というわけで頑張りましょう。ティアクライス組曲、ガーッといきます。自分の星座の曲を皆様お楽しみにください。お楽しみにしていてください。
三曲。あ、失礼しました。お羊座。すみません、お牛座か羊座か分かんなくなっちゃいました。漢字も似てるし、ね。漢字も似てるし。お羊座でした。大変なことになります。間違えたら。というわけで、ちょっとエキゾチックなところが終わりまして、次の三曲はクラシックなセクションとなります。天秤座、双子座。伊手座、この中に自分の星座ある人を、はい、ああ何1人だけ少ない、そう、なんかすごい少ないですね日本人偏りある説、偏りあるな、ありますね、あのこの星座じゃ人気ないからやめますか、次からあ、そっか、さっきの3曲の中にあるよって人、あ、多いな、多いな、じゃあ僕も星座わかんないよっていう人いますか、いないね、やばいね、やばいね、それ、うんというわけで、天秤座、双子座、伊手座、クラシックセクション、お楽しみください。
ありがとうございました。天秤座、双子座、射手座でした。僕は双子座でした。双子座でした。次は牡牛座、山羊座、蟹座という感じで、ここはジャジーなセクションになっておりますアイリッシュとジャズとっていう、一応12曲全部共通してテーマを持って曲も書いてる？書いてない。アイリッシュっていうテーマが、そうアイリッシュというテーマがあるので、その北欧神話とギリシャ神話とごっちゃじゃないかみたいなのは置いといてもらって、あのそのヨーロッパっていう大きな括りで、あの宇宙っていういければと思います。映像と楽しめていますでしょうか。会場のお客様はね、あのこの後ろに映る影を楽しんでいただいてあの、まあ、生音と、画面で見るのとどっちがいいのか、ね、っていうのが両方楽しむって方があるからね。両方楽しめる、両方楽しめる、どっちだろうか。なんかそれを比べられたら面白いなと思ったのが今日のコンサートのなんかきっかけというか、どっちが勝ち組かっていう話です、ね、まあそんなしょうもないことは置いといて、お牛座、ヤギ座、カニ座、個人的にはこのカニ座すごい好きなんですよね、うん、あのカニも好きだけど、カニも好きだね、
まあ、なんなら牛も好きだけどね。牛もね、ヤギもうまい、うまいのかな。チーズ。おいしい、おいしい星座の。あ、この中にちなみにこの星座の3つの中の方。あ、結構いるね。結構いる、結構いる。じゃあ、やる価値あります。あ、ごめん、失礼なこと言いましたね。では、牛、ヤギ、カニ。Thank you.
息する場所がないもんね、うん、なんか砂浜ダッシュしてるみたいな気持ちで吹いてますね、うん、ということで早いものであと3曲がラストのセクションです、ストーリーもいよいよ大詰めじゃないだ To be continue ですね。この3曲が終わった後に前半のヘラクレス組曲が始まるという作りになっております。なんかそう聞くといいですね、うん、ストーリーがある未来もあるし未来もあるというわけで、次の曲が、水亀座乙女座獅子座です。この中の星座のどれかですよって方、あ結構いるね、結構いる、結構いる、ありがとうございます。あの2つ目があまりにも少なかったね。2つ目、うん、2つ目はちゃんと演奏する回数を減らしてもいいのかななんてね。最後のセクションは結構ロックな感じ、ロックじゃないよね、勝手にそう思ってるだけ、クロスオーバーな感じです。なんか作曲のセンスすごいですよね、大志くんね、うんうん、すごいよ ね。なんか同じテイストだけど全部違うカラーでまとめてきているという、面白いのがこれもまた改めてアーカイブで聞くときに改めてそのアーカイブで聞くときに、これはあのクラシックの技法というかその処方なんですけれども、もともと最初に出てきたお羊座の、モチーフが今度、獅子座一番最後でですね、またあの別の形で出てくるんですね。そして、アナザーストーリーのヘラクレス組曲でも今度はその獅子座の同じモチーフがまた違う形で出てくるという、そういうつながりもお楽しみいただけたらと思います。ありがとうございます。一回聞いただけじゃ分かんないですよね。何回も聞いてると、あのあこのメロディ、このメロディーもしかしてみたいなね、ことがあるかもしれません。ではここで楠瀬くん何か一言。僕からは以上なんですけども、お楽しみくださいとしか言いようがないですが、聞きどころはですね、そうですね、そうです、
常にこう耳を澄ましていただいてもよろしいでしょうか。全部聞いてください。ではラストセクション、水亀乙女ライオン獅子座、お楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。あ、そうなんですよ。あのプログラム最後の曲、本当はアンコールだったんですけど間違えて書いちゃったんで、これあの気持ち切り替えてアンコールだと思って。はい。熱烈なアンコールに。アンコール、今のアンコールでした。ありがとうございます。すいません。あ、もう。すごいたくさん拍手いただけてありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。最後に、熱烈なアンコールにお答えいたしまして、あ、でもその前にこのあれですね、後ろの背景、自分たちで組み上げましたこれ、ね、じゃなくて、ね、そう、あの絵に映像に映っている背景ですね。これは、松本千佳さんというデザイナーがあのほぼ徹夜で、ね、もう無茶してあの頑張って描き上げてくれました。もうすごいセンスのある絵で、うん、あの映像も作ってくれたので、うん、あのまたヘラクレス組曲もこういう風になっていくんだろうなと思うと楽しみです ね、 ね、かっこよかった ね、 ね、絵が曲もね、それ言ってほしか、言ってほしかった、あ、そういうことですか、はい、というわけで会場の皆様も本当にありがとうございます。あのあれですか、あ、こうやってやって拍手ないとなんか誰もいないみたいな、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、ありがとうございます。会場、会場、あ、そう、会場でも一応投げ銭がありますので、あの大志くんの楽器ケースに、YouTube がねよくわからないよっていう人は、う、うん、ここにスーパーチャットすることも可能ですという仕組みになっております。ね、ここにポコッと入れるとなんかミュージシャンっぽい、なんか汚いけど、ちょっと汚い、ちょっと汚いですけど、あのこの中にポンと入れていただければ嬉しいです。というわけでラストの曲アンコールですね。失礼しました。星降る丘、お楽しみください。
トンサックスカルテットソプラノサックス小倉大志そしてアルトサックス楠瀬亮言えなかったそしてバリトンサックス松下洋そしてテナーサックス三浦ジョーでお送りいたしました。ありがとうございました。